ほどすぎ。間違ってない、トドだよトド。もっと君にこう動いてよ。なんだよ、ひどいよ。むきー、ナメクジに謝れ。うるさい、私にも謝れ。ちょっと毎朝毎朝騒ぎすぎよ。あ、榊さんおはよう。誰のせいだと思ってんのよ。え？違うでしょ、あなたよ白金くん。毎日毎日遅刻ギリギリで、おまけに入ってきた途端騒がしくて。そうだそうだ、鏡さんも。ごめんなさい。白金くん、よくない。そうよ、文句ある？ご忠告ありがとう。まったく、少しは鏡さんの迷惑も考えてあげたら？え、私？一緒に遅刻して騒いで、白金くんだけじゃなく鏡さんまで先生に目つけられたらどうする？金くん、遅刻するのは勝手だけど、教室で騒がないで。今のうちからそんなだらけた生活してると。な、何よ。え？あ、なんか嫌な予感。な、何？大丈夫？でも玉瀬さんももう少し余裕持ってくれば、そんなに焦らなくて済むのよ。白金くんなんかと一緒にしたら、玉瀬さんが早速だけど、ほら渡り廊下、もう神宮寺先生歩いてる。教室に入りなさい。あ、ほんとだ、行こう、ミキさん。うん。神宮寺先生でしょ。先生を名前で呼ぶ上にちゃん付けなんて。ほら、早く教室入って。委員長よ。そっちこそ、バカは休み休みにして。いいわね。
みんなおはよう。さ、席ついて。起立。ねえ。着席。それじゃあ出席取るわね。今日の休みはまずは鎧くんと。ねえ、鎧くん今度はどこ行っちゃったのかな。北極とか南極だったり。なりま先生、みことちゃんはどうしましたか。南太平洋あたりだって。今朝お父様から連絡があったそうです。連絡。あと欠席は綾峰さんね。なりま先生、けいちゃんはどうしましたか。さあ、綾峰さんは連絡受けてないわね。はい、それじゃあ。今日は悲しいお知らせがあります。ゴーダくんが転校してしまいました。転校ですか。なんでも急に野球の実力校からスカウトが来たらしいの。ムードメーカーだったのに残念ね。タケルちゃん、大田くんが転校なんて知ってた。どうしちゃったんだろう。鎧くん仲良かったからね。じゃあみんなも精一杯悲しんだところで、転校生を紹介します。おー、またですか。今度は女の子よ。白金くん、よかったわね。さ、入ってきて。はいはい、白金くん、はしゃぎすぎよ。今日から皆さんと一緒に勉強することになった三剣明也さんです。明也だ。以後見知りよくがよい。席は、そうね、白金くんの隣にしましょう。ちょうど空いたから。あ、心得ております。タケル、共に過ごせることを嬉しく思うぞ。おお、ねえやでよい。おお、そなたに感謝を。昨夜は夢心地であった。傍らにそなたのぬくもりを感じて眠れたのだからな。
だけど、三剣さんのこと。どこまで行きましたか？私生活に口出すつもりはないけど、学内の風紀が。なんでタケルちゃんと一緒の布団で寝てたの？あいたー！ タケルさん、すごいです！ ボケツ掘りまくりです！ マジかよ。白金と三剣さんってできてんのか？嘘。鏡さんどうなっちゃうわけ？タケルさん、ひょっとしてあんなことやこんなことしちゃった？口ではああ言ってるが、向きになって否定するあたり怪しいと思うわ。きっちり説明してもらいましょうか。当時は理性も記憶もないですか？タケルちゃんの…タケル？何を騒いでいるのだ。名屋で良いと言っている。それよりタケル、皆がそなたに向ける目が尋常ではないが、何かあったのか？何かあるのなら私に話すがよい。何を遠慮している。そなたの窮地は私の窮地だ。そなたのために私はあるのだ。おー、レイヤちゃんってなんかすごいね。そなたは？私、タナセミキ。よろしくね、レイヤちゃん。人か？猫か？どっちでもいいよ。そうか、見知りよくがよい。名屋でよいと言っておろう。なぜ名を呼んでくれないのだ。タケル、私の名を呼べぬ理由があるのなら言ってくれ。タケル、あってもこの願いは叶わぬのか？私とそなたの距離に近すぎるなどと。